えー、こんにちは。ピクテジャパンの萩野です、えー。ピクテグローバルインカム株式ファンド、えー、業種資産別で当落率、高益株はさらに上昇するのかというポイントを今回お話をさせていただければと思います。じゃあそれでは、えー、ピクテグローバルインカム株式ファンドの基準価格の推移についてお話をさせていただきます。えー、こちらのチャートは過去3年間の基準価格の推移を灰色。 緑色を分配金再投資後のチャートを示します。2021年10月11日までの価格を示します。ご覧いただきますように、まあ、緑色のチャート、まあ、ある程度右肩上がりで上昇していて、まあ、基準価格も分配金を出しながら横ばいでしっかり押水していることが分かりいただけています。この1ヶ月間、基準価格は 5.9%135 円1ヶ月間で上がっています。その中の要因が株式が75円、 為替が83円のプラス、分配金20円を出しして、で、その他コストで3円のマイナスということでございます。1年決算型の方ですね。こちらもほぼ同じような動きで、まあ、1ヶ月間5.8%の上昇、変動額1677円上昇して、基準価格3531円でした。マーケットが上がった一つの要因としまして、 1まあ一つ見られますのは、消費者物価上昇率がまあ,ある程度安定してきたということですね。10月の18日までの過去1ヶ月間の動向を見ていきますと、米国の消費者物価指数は2.5から2.4%、ユーロ圏も1.7%、中国0.4、日本も2.5と、まあ、相対的に過去に比べてまあ安定感が増してきて、それが株式の対してプラス要因になっていると。かつ、景気も堅調であると、アメリカですね、特に。 それが株式を押し上げている要因の一つになっているということですね。そういった中でですね、まずあの、為替の動向を見ていきますと、この1ヶ月間、ドル、ユーロ、ゴードルに対して円は安くなった。要は、逆に言うと、米ドル、ユーロ、ゴードルがプラスになってますから、それでですね、グローバルインカム株式ファンドの価格を押し上げる要因になりました。 ただ見ていただきますのが、こう、ずっと右肩が上がりで、まあ、円安になりながら、ドーンと円高になって、で、戻り、戻ってきています。まあ、あの、ここから、まあ、さらにですね、まあ、戻ってくること、これも期待されますけども、今までと比べて、為替は不安定要因の一つになってきているというふうに理解しています。えー、金利ですね。アメリカのお金含めて、10年国債の利回り、プラスに転じた、この1ヶ月間でした。 米国、ゴードル、ドイツ、それぞれちょっとプラスになってまして、まあ最大の要因というのが、まあ米国の景気が想定外にいいという、まあデータが、まあそれぞれ出てきて、金利を押し上げた要因になっています。そういった中でですね、あの、マーケットの中で価格の動き、資産クラスの動きに変化が見られていますので、まずそれをお話しさせていただければと思います。こちらの、えっ、ー、と、チャートはですね、過去1年間、 えー、2024年10月の11日段階で比べて、1年前に比べて、どの資産クラスが上昇したかということを示します。左側の方が上昇トップ6ですね。見ていただくとわかるんですけども、中に入っているのが情報技術株、ラッセル3000のグロース、ナスダック金、世界グロース株、ラッセル2000グロースと、6本の資産クラスのうち上昇率が高いうち、 金を除いた5つは全てどちらかというとグロース系と言われる株だということがお分かりいただけると思います。それがですね、過去半年間になってくると、ちょっと色合いが変わってきていると。これをご覧ください。過去半年間。一番上昇したのは世界の広域株。実は世界の情報技術株よりも世界の広域株の方がパフォーマンスが良くて、次に世界のリート、ラッセル3000グロース、ナスダック金となっていることがお分かりいただけると思います。 要は、ちょっとバラバラの、いろいろと違うアセットクラスが動き始めていると。そういうような環境になっている中で、世界の公益株が一番リターンを上げた過去半年間。さらにですね、この3ヶ月間で見ていきますと、過去3ヶ月間。一番上がったのが金、世界の公益、リート、ラッセル3000バリュー、世界のバリュー株式、ラッセル2000バリューと。 この1年間に比べて、過去半年、3ヶ月、実はマーケットの動きが変わってきているということが分かりいただけています。ちなみにですけど、この3ヶ月間一番下がったのは、実は世界情報技術株ということで、ここ見てると、まあ、こういったグロース系、と情報技術株系は結構上げ下げが激しくなってくるような動きをしていて、それに対応して、 プロの投資家も含めてポートポリオを分散化する動きが出てきているんじゃないかというのが私の印象。そのうちの一つに選択肢として見られてきているのが、まあ、公益株だというふうに考えております。まず一つですね、こう分散化する動きが出てきている一つの要因としまして、まあ、米国株のバリエーションがかなり高くなってきているということもすごく重要です。こちらの青い折れ線グラフは SP500。 米国株式の平均 PR の推移を示していますで。この平均 PR というのは株価が利益に対して何倍になっているかということで倍率が高くなればなるほど株価はバリュエーション上高いという考え方になるんですがこの10月の11日段階での PR26.5 倍ということで1982年9年の12月からの平均の20倍台に比べてちょっと上 ここの点のところ位置標準偏差って言うんですけども、それを上回る水準まで来ましたと。過去この位置標準偏差、上にブレた時の一つの基準なんですけども、時のそれを上回った頃をピンク色で表示します。これピンク色でこうこしてるとかこ、ここがちょうど IT バブルでピークをする前、その後ょけ、下落してる時上回っていて、ここはコロナの時ですね。コロナの前に上昇して、その後マーケット調整したんですけど、 その水準に入り始めてきたということは一つ、あ、株価、米国株は高い水準に来てるんだね。一方で、この青い部分ですね。これ何かというと、マイナス1標準偏差を PR が下回ってる頃。これ見て、この頃、会話だったんですね。まあ、この頃も会話。この頃も会話。この頃も会話ということで、まあ、どちらかと,いうと10年単位で見ていったときにですね、 高い安いということはしっかり見ながら投資をしていくということが必要な中で、まあ、米国株がかなり高くなってきたと。その中で株式をどういうふうに持っていくかということが今、資産運用を行っている上で重要なポイントになってきていると思っています。一つの考え方で見ていただきたいのが、10年という単位で考えると、 PER の水準と株価のその後の10年間のリターンっていうのは結構連動するんですよということをぜひこの場でご紹介させていただきたいと思います。えー、まずこのですね、えー、薄いこのチャートですね。ピンク色と言ってもいいと思います。このチャートはですね、PER。ただですね、右側の軸なんですけども、軸が逆です。下に来ると PR が高くなってきた。PR が高いっていうことは株価が利益に対して何倍 倍率が高くなればなるほど割高って言いましたけども。もう一つ、この茶色の折れ線グラフは何かというと、その後10年間のパフォーマンスを示します。現在のここの水準。ここはですね、2024年9月末から過去10年間のリターンは左軸で言いますと11%ぐらいでしたよと。結構ですね、長い時間、過去10年間パフォーマンスがいい状態が続いてるんですけども、見ていただきたいのが、じゃあ10年前の PR 水準はここなんですね。 ここの PR の水準、これ軸10年間ずらしてますから、右に PR を動かしてますので、ここの現在の水準、ここ。10年前、ここなんですね。10年前の頃はですね、ご覧いただきますように、まあ、えっと、15倍と20倍の間の17倍、18倍の水準。過去、PR が安い時ですね、10倍とか、このあたり。その後のリターンは高かった。と。PR が高い時、リターンはマイナスだったと、この頃はですね。 で今、現在のこの水準というのはかなり高いという水準になってまして、まあ、過去のその関係でいくと、もしかしたら今後10年間考えてマイナスになってしまう可能性もあるぐらい PR が高いという水準まで今、マーケットは上がってきているというんですね。ただですね米あの、株式って米株だけじゃないんです。いろいろな株式があるんですね。そういった中でですね、まあ、米国の株式 PR 高いですよと話しましたが、 それをもっと高いのが情報技術とかリートとか、この割と高いんですね。この水準は何かというと PR の水準で、茶色が、えー、っと2024年の9月、灰色が2023年の9月、1年前ですね。それに比べてこれを見てやると、例えば世界情報株、PR がクーンと上がってんですね。リートもがクーンと上がってでそういった一方でですね、相対的に世界の公益はまだ16.8倍の PR。 まあ、そういったところも一つ、あの魅力の一つになり始めているということはぜひこまあ相対的に安いバリュエーションのところを試行する人が出始めているということですね。これはあの過去2年間の世界の株式の PR の性を示します。右肩あたがりにどん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 上がっていっているんですね。で、この薄い青いチャートが世界の高位株の PR で、 あの、2022年の頃はですね、から2023年の初めのあたりは世界の公から PR 高かったんですよ。それからこう PR が下がっていく環境下の中で、相対的に世界の株に比べて高くないパフォーマンスを出してたんですが、まあ、その後ちょっとずつ今上がってきてますから、依然としてこれだけの開きがあることですね。世界の株 PR に比べて。もっと長い期間で見ていきましょう。この赤い折れ線グラフが、 世界の広域株の PR。2004年の10月の8日、約20年前から見てます。灰色がですね、世界の株の PR。でここのちょっとチャート見ていただくと、ドーンと開いて、で、世界の、灰色の、世界の株式の PR がドーンと上がって、で世界の広域株の PR が、まあ、それほど上がらずに、それがどんどん収縮していく過程の時、まあ、 ほぼ一周と上がったり下がったりしながら、こうくっついてるんですね、結構ね。で開いた時にまたくっついてくると。でこのくっついてる時に株価見てください。この世界の広域株の茶色の動きと、世界株のチャート。このピンクの期間中、一回ワニの口は開くっていうんですけど、ワニの口は開いて、縮まっていきましたね。ここでパフォーマンスさせてるんですね。で今回もご覧ください。世界の PR 度が高く株式の PR のが高くて、世界の広域の価の PR に対して、これだけ開いてる。 過去のこの流れでいくと結構開いてるんですね。ということは今後この開いたワニの口、これが閉じてくる可能性もあり得ますよ。そういった中でですね、この2024年の10月11日を起点にして、その前の約6ヶ月間、パフォーマンス見ていきますと世界のこう株17.6%があって、世界株9.2%。この最大の理由は何かというと、やっぱここのバリエーションですね。 割安ということです。じゃあそこの比率がどれぐらいの状況になっているかって見ているのはこちらです。PER に比べて、世界の広域の PR が世界株に比べてどれぐらい安い状態になっているか、あるいは数値が低い状態になっているかっを示したのがこちらのピンク色のチャートです。でこれは世界の広域株のこの茶色のオレソングラフの指数に対して灰色の指数を割ったもの。 ということは、下に来ているときは、ここをご覧いただきますように、世界の公益株の方が安い、あるいは数値が低い。ここの水準、今、直近見ておくと、過去の平均に比べて、やっぱりかなり低い状態にあることがお分かりいただけると思います。ここの、バリュエーションが安い、いあるいは数値が低いというところがですね、まあ、基本ですね、一つ魅力なポイントになっていると思います。さらにもう一つ重要なのが、利益動向どうなっているかとですね、 2022年の11月以降、EPS、一株当たりの利益、灰色が世界株です。で、緑が世界の公益なんですね。結構ですね、世界の公益の方が、世界の株よりも実は利益の増加、しっかりしてるということがお分かりいただけると思います。PR が低くて、利益の伸びが相対的に高い状態になっている。 そういう状況っていうのは、やはり株式投資にとっては魅力的なこう状態の時で、今まさにそういった状況になっているということですね。もう一つ、最近特に話題になってきているのが、AI の普及なんですが、AI の普及がすればするほど、電力需要が相当高まるんじゃないかっていうことが、最近いろいろなマスコミ、新聞で報道され始めてますよね。で、これ例えばですね、あの、AI、チャット GPT、 一回こう使うとですね、Google の検索の約10倍の電力を消費すると言われてます。か,かなり電力を使うんですねで。そのデータセンター、今後そういったこともあったりですね、今後データセンター AI の電力需要予測とかこう出されたりはしているんですけども、それが今後4年間で年率23%ぐらい伸びていくだろうと。最大しなオでいきますと。かなり電力需要が AI 暗号資産関連で電力需要伸びるだろうというふうに今予測が出始めてきています。これはですね、もうちょっと長期で今後の AI データセンター関連の電力の需要予測なんですけども、まあ2020年半ばぐらいから AI 関連がずわーっと上がってくる。電力需要。それなので AI を使っていろんな業務、ビジネスを行っていく行こうとする Amazon や あるいはですね、まあ、グーグルといったような企業群。まあ、そういったようなところがですね、要は、電力設備に投資をし始めていると。電力企業に、資産を、工場を、あるいは電力設備を建てるためのサポートをし始めているということが起きている現象の一つでございます。あの、電力のですね、需要の実績、じゃあ、どれぐらい伸びる可能性があるかとアメリカで見られているかといいますと、まあ、たいですね、これが電力需要。 2025 0 0年、2 2年から一気に伸びてくると予想されていまして、今までですね、まあ、大体この2000年から2022年までですね、2020年まで大体9%の伸びだったのが、2020年から今後、20年間、同じ期間で、多分38%伸びていくだろうと。まあ、そういうような、今までに比べて伸び率、需要、4倍ぐらいの伸び、需要の伸びが。 出てくるだろうというふうに予想されています。そういった中で、皆さん多分ご存知でないかもしれませんけれども、電力株のパフォーマンスで、ね、すごいのが出始めてるんです。今年の9月末までの、今年の年初から9月末までのパフォーマンス、よく n v デリア ?AI のための半導体を作っている企業、相当上がった上がったって言いますけれども、それより上回った電力会社なんですね。ビストラコープという会社。 あと、それに近いぐらいのパフォーマンスをしているコンセレーションエナジーっていう会社もあって、あの、SP500 の株価指数構成銘柄のうちの上昇率ランキング上位10銘柄のうちのこの2つ。これ電力企業なんですね。ビストラコープ。これ見てください。こちらの株価がビストラコープの株価のわけです。世界株の指数、世界の公益、世界の成長株、 それらの人と比べて、はるかに違う動きをし始めてましてで、なぜこの会社がこれだけ動きを始めたかというと、この会社は、あの米国のテキサス日本拠点公益企業なんですけ、ね、ど、発電、特にですねあの、要はガス発電、ガス、天然ガス、ガス、ガスと、あと原子力で電力を発電するという、要はクリーンエネルギー関係の発電能力が高い企業ということで、 そこに対する注目が集まっている。AI なりですね、まあ、そういった企業群、まあ、AI 管理を行おうとする企業の電力需要を伸びるのに対して、なるべくですね、クリーンエナジーを使っていきたいというニーズがありまして、まあ、それにあの近い会社群が、銘柄が上がってきていると。こちらもご覧ください。コンステレーションエナジー。右肩のこの右側の株価。2020年1月11日は100としまして、一気にこう動いてきてですね。 この会社もですね、あの、米国の企業で、クリーンエネルギーの発電、供給に注力している、まあ、米国でも有数のですね、クリーンエネルギー企業なんですけども、まあ、そこも動いてきているということで、まあ、全体のですね、広域株の中の、まだ一部が反応してますけど AI に対して株価が反応し始めてきた、一つの重要な事例だというふうに理解しています。そういった中で、 あの広域株、ちょっと最近ですね、動きが鈍いかもしれません、相対的に。これ、なぜ鈍いかというと、広域株ってですね、10年国債の利回りが上がっているときって、ですねあんまり芳しい動きしないんですね。例えばこの時見また、この灰色が10年国債の動き。で、この茶色が、ね、世界の広域株の動きなんですけども、この10年国債の動き利回りが右、これ、三肩地ですね、右肩地ぐったが上がっているときに株価調整してますよね。で、これはぐったがって調整しますよね。 この時もグーッと上がった時になかなか動いてなくて、この辺りグーッと上がった時に調整しますよね。この時もだ。ちょっと今10年国債上がってきてですね。逆に言うと、そういう時は、投資タイミングとしては面白いタイミングだと思っていただいて構いません。もし皆様がですね、この10年国債がどんどんどん,どんもっとさに上がっていくるっていうのをすると、これもどん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 下がってくるかもしれませんけど、アメリカの経済、そんなにめちゃくちゃ強いわけではないので、まあある程度10年国債がこう上がってきたところで、まあ我々としては、 ある程度の上昇のところで止まるだろうと。と止まるときにですね、この株価も結構調整しているかもしれませんけど、そのときは面白い投資タイミングである可能性が、えー、期待できるというふうに考えております。もう一つですね、えー、とテクニカル上のところで MacD、えー、と言われるものがありますで。この青い折れ線ぐらいが世界の高位株、米ドルベースで、えー、過去20年間ですね。で、これのですね、 m a c D というのはテクニカルチャートで、茶濃い茶色が、このピンク色のチャートを下回ってきたときは、売り場というテクニカルシングナル。上回ってきたとき下から、買い場という。で、ここからここまでずっと下回るまで、まあこのときずっと買い場だったんですね。買い場って上昇期間。ここも下回って、下回ったところが上回ってきたとずっと揉み合いながらでもピークアウトするまで、このとき上昇期間。で、今回ですね、 下、下から上に上回、まあ、ってですね、月次ベースです。その、まあ、そういった観点からすると、まあ,あの、テクニカル上はモメンタムが強いという状態になっておりまして、まあ、そういった面で見ましても、あの、まあ、いろいろな要因、先ほど申しました、えっ、ー、と、バリュエーションが安い、足元の利益の、あの、一株当たりの利益、堅調、AI による電力需要が今後大きく伸びる可能性がある。 あと3番目は、4番目はこのテクニカル上のこのポイント、まあ、それぞれさまざまな要はまあポジティブなデータ等が出てまして、そういった観点から広域株、投資するのに対してまもしいタイミングかもしれません。あの100%私、話していることは与えるとは限りませんので、ただ重要なメッセージを皆様にまあご提供できればと思い、まあ、本日話をさせていただきました。えー あの、まあ、いろいろ、まあ、まあ、ファンドの特色、えー、まあ、世界の後輩回り前のこういうため通して、特定の銘柄や国に集中せず分散投資を行い、分配型、毎月分配型と年1回決算型があるという、まあ、ファンドでございます。本日はどうもご清聴ありがとうございました。